はいどうも哲学棟です。今回もディアブロイモタルやりながら、雑談していきたいなと思います。ということで、まずはヤキーさん引いていきましょうかね。あとねオフハンドが一つだけ出てないので、まあ、それだけ集めちゃいたいなと思ってますね。お、これもしかしてこれかな。違うね、ランダムな敵に跳ね返るからなんて。ちょっとイモータルになってだいぶ資金はね、ちょっと減少傾向にあるので、まあ少し食べながらやっていきますか。そして今日はそうですね、あのヘリクアリの方もあったんで、そうですね、7つ引いて、なかなかね最後の1個が、まあ、ピンポイントで集まらないので、まあ、中性ボーナスに入れてはいるんですが出てくれるといいな。どうでしょうね。おー、ダメか中性ボーナスの発動率がねむちゃくちゃ低めなんで、まあなんだろうな、これに入れて集めますっていう方はまあいらっしゃるんですけど、まあ出たらいいなぐらいで、そうね、私も2回ぐらいもう出てるんで、あ、出た出た、ほら出た出たねこういう風に出ることもあるんだけど、こいつを見つけるのは一苦労だったみたいな感じでね、まあ出ないことも多いのでまあ気長にやっていくのがいいかなと思いますね。よいしょ、もうでも一通りそうですね、これで、多分、まあインフェルノ4までの、レジェンダリーはまあ一通り揃えられたかなって感じなので、まあそうですね、次はバーバリアンあたりをね少しやり込んでいきたいなっていう感じはしてるんですけど、さあよいしょ、こんな感じですね。はいはいはい、釣られた中ということで、なんとか終わりましたね。そう、なんだかんだねあれなんですよ、イモータルはそんなにむちゃくちゃそのなんていうのかな、すごい、ドロップ確率を引かなきゃいけないとか、まあそういうのはあんまりないので、なので意外と、まあ揃えやすいんだけど、まあやっぱりレジェは、特定のやつ狙おうとするとね、まあかなりレジェの数が、まあサービス開始から、毎回のアップデートで追加されてきてる。てかまあ難易度が追加されるごとに、6種類ずつ、追加されてるんで、まあ今インフェルノ、6まで追加されてて、まあ実質インフェルノ4か。インフェルノ4まで追加されてて、まああとヘルが8段階あるので、まあ12回か、ぐらい、6種類ずつのねレジェ追加が行われているので、まあその中で特定のねアイテムを拾おうと思うと結構大変っていうところはあるんだと思うんですけど、ということで契約の店、あれ、ああそっかそっかそっか、まだあれですね、 BP が足りないので。で、まあ、今週はそうですね、イモータルのアクティビティも60個また新しく来ているので、ここら辺やっていけたらいいのと、あと、ま、36時間で、アップデート。多分この動画出てる頃にはもうアップデートが終わってんじゃないかなと思うんですけど、また新たなアップデートが来るということで、おそらくここで新レジェ追加みたいなのが来るんじゃないかなと思うので、なので、なんていうのかな、大体集め終わる頃、まあにまた新しいレジが出てくるっていう感じなので、まあなんだろうな、なんだかんだでこうイモータル、まあシステム性とかそういうところではね、あの飽きてくるところとかそういうところももちろんあるんだけど、ただやっぱり新しいビルドが組めたり新しい立ち回りができるっていうのは結構ハクスラにとっては大事な部分なのかな、最近感じてて、まあ、特に、なんだろう、ディアブロ4とかもさ、まあ、新シーズンちょっと、仕事の関係で出遅れてはいるんですけど、まあ、この、金曜日の夜から、日曜日、そして、時間が足りなくて月曜日の朝方までかけて、なんとか、なんだ、ヘルの装備品揃えるところまで、やり込んだんですけど、まあそうですね、結構、なんだろうな、新しいダンジョンの要素は、最初はね、結構ギミックとかめんどくさいなーっていうところは
あったんだけど、まあ、途中で緩和の調整とかがね、この、日曜日のパッチで行われたりとかしたんで、まあ、かなり今のバランスだったら、まあ、この程度のギミックがあってもいいかなっていう感じにはなってきてるかなという印象ですね。どうしようかな。でいいかな。OK。OK。そうだね。はい。これだけカットこう。そうだね。で、ノーマル宝石2つ、エンチャント出すと。結構このね、60個のお題、前はね、毎日9つずつだったかな。1週間やるみたいな感じだったんで、こなすのだけで結構大変って感じだったんですけど、だいぶ、うん。1週間のやつをね、まとめてやれるようになった。まあ2日ぐらいあればだいたい60個全部できちゃうなって感じなので、まあ、イモータルもやりやすくなって、イモータルの聖剣もやりやすくなったなという感じはしますね。そうなんだかんだで、まあこの土日にいろいろとね、解説系の動画の素材なんかも撮ったんで、まあ、そこら辺を今週はね、なんていうか皆さんにお伝えできるような形に編集して出していくみたいな感じかなと思うんですけど、まあね、そうで、そうですね、今回宝石堂っていう、まあゾルタンクーレとなんだっけ、相方さん、お友達さんが作った、なんていうところで、ロボを強化していくみたいな、イベントなんですけど、まあなんだろうな、新しいダンジョンもまあ元からあるようなね、なんていうのかな、ダンジョンを、改造して、でその中にまあ、お邪魔ギミックみたいのがあって、それに触れちゃうとゾルタンクーレの護法だったかな、保護、守護だったかなっていうポイントが減っちゃうみたいな感じで、で最後に誤報のポイントが残ってると、まあ、追加の宝箱を開けられるっていう仕様になってるんですけど、そうですね、追加の宝箱を、含めてですね、大体難易度、今私は大体ナイトメアダンジョンの、20前半ぐらいかな、24ぐらいまで今、攻略が終わってる感じ。レベル72まで、来てて、まあ一通り減る以降っていうのかな、難易度の移行とかは、まあ終わってきてる感じではあるんだけど、あ、これちょっとこっち側取ってこなきゃダメだね、うん、そう、これね、脇道がたまに湧くときあって、それちゃんと取らないとダメなんですよね。そう、まあなかなかね、で、まあ、感触としては、まあ、お邪魔ギミック本当に必要なのかなっていうのは、まあ、正直私も感じてしまった。うん、なんか、結局終盤になってくるとひたすらそこを周回するような形になるので、その中でね、ああいう邪魔なギミックがあるときついなっていうところは あるんだけど、まあ、なんていうのかな。多分いろんな、なんていうか、試みをまだ試してる段階なのかなっていう部分も感じてるので、まあ、こういうギミックを作った時にユーザーにどういう風に受け入れられるのかなとかさ、まあ、そういう部分を少し試してるような段階でもあると思うんだよね。まあなので多分今回の評価をもとにまた、新たなね、シーズンのパッチを考えたりとか、そういうのを材料にしていくと思うので、なんだ、フィードバックの機能って 今でもね、ちゃんと使えるようになってるので、ちゃんと使ってみてほしいなと思ってますね。で、なんだっけ、あ、そうだそうだ、イモータルでもバグを見つけた時のフィードバックの仕方が分かんないみたいな話をこの間ちょっとちらっと聞いたんで、お伝えしておくと、ちょっと待ってくださいね、これか、この設定のとこで確かね、できるんだよね。アカウントだったかな。
インターフェース、コンポーン、法的表記、これだったかな。なんかね、確かどっかからできたはずなんで、あ、サービスだったかな。なのでゲーム内からおそらくね、フィードバック確かできたはずなので、そこから送ってもらうのが、ね、いいかなと思うんですけど、なんだろうな、あのディアブロ4に関してはあのメニュー画面のね、ゲームを終了させるとかっていうところにあると思うんですけど、あそこにフィードバックを送るっていうのがあるので、あそこからね、まあフィードバック返してあげるのがいいかなと思います。そのゲームのその仕様とかそういうものも含めてね。あとはまあフォーラムがあるので、まあそこにね、英語でまあ書き込む必要があるんだけど、意見を書き込むと、いうのがいいかなと思いますね。なんていうのかな、自分で別にオリジナルに考えたことじゃなくても、なんていうのかな、例えば今回のギミックに関しての不満だったりとかさ、そういうのもすでに、スレッド立ててる人がいるので、まあそこに賛同というか追従するような形で、ちょっとは自分もここの部分が気になるみたいな感じでね、書き込めば、まあここに意見がすごく多く集まってるんだなっていうのが、運営側に伝わるような仕組みになってるので、なので、なんていうのかな。自分で独自に立てるっていうよりは、他の人がもうすでに出してる要望に、まあ、乗っかるような感じで、なんていうか、その意見を増やしていくっていう感じに近いかな。で、伝えていくっていう方法なので、ブリザードの公式フォーラムもね、書き込んでほしいなと思うんですけど、英語なんで、まあ、機械翻訳で十分だと思いますよ、普通に。機械翻訳、読むときも機械翻訳で読めばいいし、書くときも、まあ自分が日本語で書いたものを、DeepL とかでね、翻訳して出せば、英語わからなくても、多分意見を伝えることができると思いますので、なんていうかな、諦めずに、なんか、訴えかけ続けてほしいなっていうのがありますけど、ただ、まあそうですね、今回に関しては、まあ、ゾルタンクーレの誤報が、まあ、真珠を1個捧げると3回その、ボーナスがもらえるっていう形式だったのが、まあ、パッチで途中で10回までね、追加されるようになったんで、かなりね、進めやすくなりましたね。前はちょっとでも触っちゃうと、ギリギリって感じだったんだけど、まあ、10回なんで、今私はいつも毎回30個かな。まあ、つまり3個を入れて、30回にしてやってるっていう感じなんですけど、それでやるとですね、最後のステージクリアした時に、まあ、一つ、まあ、宝箱は確定で、出てきて、で、あと真ん中にも出てくるから、二つ確定で、もらうことができて、で、その後ですね、さっきの誤報の残りですね、30個の、アーマーの残りで、宝箱を開けていくっていう形式なんですけど、途中までは、まあ、一つの箱を、開ける形式になってて、でまあ、それは1ポイントあれば、開けられるっていう感じなんだけど、まあ、その後は、あ、違う、ノーマルですね、ナイトメア化してない、状態だと、一つ追加の宝箱が出てきて、それを開けの1ポイントっていう感じで、で、次出てくるときは、4ポイントかな、宝箱のポイントが必要になるっていうような感じになってますので、4ポイント、まあ、残してあげる。なんで、計5ポイントあれば多分、ナイトメアの難易度までの、宝箱を開けることができるっていう感じかなと思いますね。で、だんだんティアが上がってくるとですね、
5宝10個を消費して開ける宝箱っていうのが、まあ、今のところ追加されてるっていう感じなんで、それ以上があるのかどうかは、まあ、一番上のティア100までやってみないとわかんないけど、なんかまあ、一応今のところは15ポイント最後残ってればいいんで、まあ、30個、入れれば、まあ、3個入れれば、まあ、30回ね、当たってもいいようになるんですけど、まあ、実質15回まで、まあ、ミスっていうか、ギミックに触れてもいいような状態になるので、なのでね、15回あれば、まあ、かなり、高い確率で、まあ、15個残して、終えることができるんで、まあ、なんだろうな。まあ、3つ入れる？それでもちょっと足りないなっていうようなところだったら、4つ入れるっていう感じでやれば大丈夫じゃないかなっていう感じがしてますね。で、ギミックの場所とか動きは基本的に、何回入っても同じなので、まあ、意外とね、何回もやってれば、さすがに10回やってれば避け方も大体パターン的に覚えていくみたいなところもあるんで、意外とね、気にならなくなってくるのかなとは思いますね。私も結構、なんだろうな、この土日はもう長時間配信で、うん、まあ土日に結局、やる部分でしかイモータル、多分、イモータルじゃないわ、フォース進められないなっていうところもあったんで、まあ集中的にやってたわけですけど、うん、まあ結構、結構そうね、二日目は16時間ぐらい結局、トーメント入りが意外と時間かかってたんで、やってたんですけど、うん、問題なく進められるかなっていう感じだったので、まあ、どのね、宝石堂に入るかによって結構、時間違ったりとか、なんていうかな、基本的には、一番最初の銅の宝石堂が一番、簡単っていうかさ、短い距離で行けるっていう感じなんだけど、まあ、最後の方の、5マップ目ぐらいの、宝石堂になってくると、なかなかね、そこら辺のとこ大変になってきたりとかするので、まあ、どっちがいいかっていう感じではありますけどね。このあれなんだよね、イモータルのこのあれ、一回開くごとに多分あれなんだよね、そう変わっちゃう感じなんだよね。エルダーリフトじゃないんだよね。はい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 。モンスターの精髄、あ、宝石を2個入手するとかね、こんな感じで変わっていく。エンチャントダスト、レジェンダリー装備、うん、海王の支援とかもね、そう、なんだかんだ今やっただけでも、普通に回すときよりも、ね、効率よく戦わせてるので、ね、いいんじゃないかな。よいしょ。まあ最近ちょっとね、疲れがひどくてというか、まあ仕事がまあちょっと忙しいんで、どうしてもディアブロの動画を撮る余裕とかが、なくなってきてはいますけど、まあなんだろうな、あんまりほら疲れた状態で動画撮ってるのも良くないから、まあ、ほどほどにしてはいきたいなと思うんですが、まあ、あまりある魅力があるんだよ。また少し時間をとって、うん、ディアブロ4のね、配信もしていきたいなって感じですね。まあ、感じとしてはそうですね、まあ、ダンジョンも、まあ、緩和されて、結構ね、調整席、制御席の方は集めやすくなってきたかなとは思うんですけど、なんだっけ、調律席の、一部に結構ね、ユニーク度の高いやつが、あって、まあ、それとか結構集めるの大変だなっていう感じがありますね。ユニークの調整席みたいなやつかな。でも火力がむちゃくちゃ上がるやつが一個あるので。なので、そこら辺はまあ今週ね、ちょっと集めていけたらいいかなと思うんですけど。まあなかなか出てくる敵、ボスとか強いんで、まあそこら辺はね、しっかりと準備をして、倒しに行くっていう感じかなと思うんですけど。うん。まあとにかく火力がバカほど上がるみたいな。調律席になりますので、まあ、そこら辺のゲット目指してやっていく感じかなって。そうですね。よいしょ。
なんだかんだでそうだな、まあ次のアップデートまでに、一回ネクロマンサーに転職しますかね。お、今日ドレッドリバーは2倍なのか、126。そしたらあと1回回したら、今回は終わりにしましょうかね。いやイモータルもそうですね、まあ今だいたい難易度インフェルノの方の、インフェルノ4の、今回はネクロマンサーローグ、あとブラッドナイトかの、まあ、最新ビルドある程度、まあおさらいしてこれたんで、まあババやりたいのよね次ね。アマリアンあたりをやっていきたいなと思いますけど、そう、まあ今レベルの方もまあ70なんで、まあなんていうか後半の方がねディアブロ4はまあ少しレベル上げ大変だとは思うんだけど、まあ今の感じだとトータルで30時間ぐらいやればまあレベル100までいけちゃうんじゃないかなっていう印象では。あ、いや、まあ無理だね。それは無理だね。40時間ぐらいはやっぱかかるかな。100までかかるとは思うので、まあ、そこら辺をゆっくり周回していければいいかなっていう感じですね。よいしょ。このビルドなんかむちゃくちゃ鬼強になってきてほぼサクサク枯れちゃうのよね。まあ通常攻撃で、まあ、ガン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 削っていけちゃうんで、割といいバランスにはなってきてるかな。まあまたそうね、インフェルノ5で、どんな装備品が実装されるかわからないですけど、まあ、またそこら辺でね新しいビルドも組みたいですね。そうで、まあ、今回ね何気にまあ、地味な感じで捉えられがちなんだけど、新しいユニークとかレジェンダリーの装備品もね結構ディアブロ4追加されてるので、まあ、そこら辺の紹介動画とかもねやっぱ撮っていきたいし、まあ、それを使ったビルドだよねもうやっぱり皆さんにお見せしていく多分一つの、目標にはなってくると思いますので、シーズン4はまあそれほどプレイ時間は取れないとは思うけど、まあゆっくりとね、まあとりあえずトーメントに入るぐらいはやり込んでるので、まあこれからレベル100まで、上げて、まあ調整席も全部ね、強化した状態で、まあどんな感じになっていくのかとかね、お見せしていけたらいいかなと思いますね。で、そうですね。まあ、おそらく、今シーズンの後半になってくると、ある程度、なんていうのかな、そこら辺の、なんていうのかな、装備品の、部分とかも出てくると思うんで、まあ、そこら辺をやっていきたいよね。はい。レーティングはもう上がらないかな、ここら辺だと。よいしょ。レジェンダリー装備を1個入手する。どうしようかな。中性ボーナス、これってさ、バーバリアに切り替えてさ、こ
これをさ、修正ボーナスにしたりできないの？あ、できないんだ。ダメですね。なので、転職をしてからやっていく感じかな。はい、よいしょ。はい、ということで今回はここら辺にしたいと思います。どうもありがとうございました。哲学棟でした。